こんにちは、カワポンです。今日は立教大学の最新の偏差値をご紹介します。一般入試の偏差値になります。なお、立教大学は5回の日程の中から受験学部と回数を自由に選択できますが、文学部に関しては独自に個別日程が1回のみ設定されています。今回は文学部のその個別日程は除外しております。この偏差値は河合塾さんのホームページの10月に更新された内容になります。合格可能性 50% のラインとなります。キャンパスの場所も気になるところかと思いますので、キャンパス別にも分かるようになっています。左の白い文字の7個の学部が池袋キャンパスとなり、右の3つの黄色い文字が新座キャンパスとなります。偏差値は全ての学部か河合塾さんが分類されている画面の6個のゾーンのいずれかに当てはまっております。上から番号を振っています。各ゾーンの中のさらに細かい偏差値については記載がありませんでしたので、大まかな6個の偏差値帯としてご覧ください。同じ偏差値帯の中で上に書いている学科の方が偏差値が高いというわけではありません。今回はそれらの6個の偏差値帯を3つのゾーンに色分けしました。1と2の偏差値が高めのところを赤色ゾーン、3と4の偏差値が中間のところを紫色ゾーン、偏差値が低めの5と6を青色ゾーンとしました。赤枠ゾーンを見てみましょう。予想通り、立教大学の中で人気とされている社会学部の社会学科、経営学部、異文化コミュニケーション学部、現代心理学部の心理学科、この4つが赤枠ゾーンに当てはまりました。この4つは現在の立教大学の四天王と見ていいでしょう。あとキャンパス別に見ていきますと、やはり都心から離れている新座キャンパスがやや低めになっています。特にコミュニティ福祉学部の偏差値が低めて、偏差値だけで判断すれば狙い目と言えるでしょう。池袋キャンパスでは文学部は学科によってまちまちです。法学部はやや低めて、池袋キャンパスの中では比較的狙い目かと思います。同じく経済学部も狙い目になると思います。理学部に関しては理系という性質上、文系の学部よりは偏差値は低めに出る傾向になります。手短ですが、今日は以上になります。ありがとうございました。